日本東京都荒川区、町屋町屋は東京都荒川区の町名。現行行政地名は町屋1丁目から町屋8丁目。郵便番号は116-0001。東西に長い菱形をした荒川区の中央北部に位置する下町的町並みを持つ。町域の北と東を隅田川に接し、お、竹橋を持って対岸の足立区とつながる。南は、 区役所の所在する荒川と西は東小湯と接する。町域内には町工場や商店街、住宅が所狭しとひしめきあった混合密集市街を形成しており、このことが町屋全体の防災行政上の大きな課題となっている。東京都の公式資料、あなたの町の災害危険度2018によると、危険レベルは対価の危険性が高いレベル5となっている。 小域南部には東京都で唯一となった都電の荒川線が走る。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば町屋7から9から13の地点で35万9000円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 東京都道313号線荒川区、東日暮里6丁目付近荒川区立、町屋文化センター。ありがとうございます。